本日はこのような良いお天気に恵まれ、歴史あるこの航空祭に参加できることを歓迎すべきと思います。飛んでいます。当選機は遠くからでも見やすいように白と赤のステッチの模様が描かれています。車の回し手のようなハンドルを操作する装置、
飛行機では操縦桿を破裂する装置がついているのですが、 IS-11 にはそういったガラスはついていません。そのため今展開中の IS-11 を見ますか。答えを知りたい方はお近くのパイロットへどうぞ。20kmから160kmへと50kmも減速しなければなりません。そのため YS-11 の着陸は難しいのです。機首の角度の変化、機首の上がり具合をご覧ください。シルバーインパ
品種と呼ばれております。5機はそれぞれ3機と2機の編隊に分かれて滑走路上に待機しています。最初に第1編隊の3機が離陸し、続いて第2編隊の2機が離陸します。第1編隊が離陸を開始しました。金鉱が浮き上がる時の速度は時速約 250km で、おおむね新幹線の速さと同じです。
田町全体の宿る間に飛行している航空機の参考操縦について紹介がフィナーレの時を迎えました。展示科目を終了したバスが再び3機と2機の2つの全体に戻り、コンバットプレーと呼ばれる方法で着陸いたします。コンバットブレーキとは高速度で進入し、急上昇、急旋回を行うことにより一気に速度を減らして素早く着陸する方法です。
します。
道の下りの我々人命救助の最後の釣りへと言われる柔軟隊は That others may live 他を生かすためにをスローガンとして日々訓練に励みつつ365日24時間柔軟隊機についています。助けを求める人がいる限りどこにでも出動します。
北区の漁師青森県出身、4番機山頂空港柳瀬一奈良県出身、5番機山頂空港佐藤直樹東の山の出身、6番機二条空港若松出身、鹿児島県出身です。皆様
ました第2国人に紹介いたします。宮田西の事故を振り込まし大阪の臨時事故を振り込まし森川大事故を紹介し佐々木の臨時事故を振り込まし佐々木の臨時事故を振り込まし佐々木の臨時事故を振り込まし大阪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 の臨時事故を振り込まし5月から作業を予定しておりました佐々木は夏に佐々木の臨時事故を出荷できています。夕方の臨時事故を青森県夏場の臨時事故を出荷して森川の臨時事故を出荷して
また機体装置の貨物扉を封じておりますことで思わずプロフィール状況と日本の扉を開けています。
大学校遊撃鹿児島県出身。
航空自衛隊ブループラスの歩みについて簡単に説明します。1958年、昭和33年、浜松市海上自衛隊で3名のパイロットが一家のアクロバット飛行を披露しました。これがブループラスの歩み。
体系から大きな肩元体系への自由な体系変化を行います。I'm not going to do that.
日本の新月長く入り正確に体験を実施して応援を行っていきます。
日に延期を停止いたしました。の入力今後の DN ラグビーでお越しのお客様、お車の移動をお願いします。最後にお知らせをいたします。一発一発みたいの男の子も今後とも内部センターで保護しております。お心当たりのある方は保護官内部センターまでご連絡ください。繰り返し連絡いたします。藤崎藤崎2歳の男の子は保護官内部センターで保護しております。本日は内部センターまでご連絡ください。最後はお知らせをいたします。中の人たち国会の男の子を本日は内部センターで登録しております。次のフレンドのは中央線内部センターまでご連絡ください。繰り返し連絡いたします。中の人たち国際の男の子を中央線内部センターで登録しております。中のフレンドのは本日は内部センターのお気持ち等が発生する可能性があります。
いやいや、ダメでしょ。